こんばんは。金曜タブロット、フライデーナイトナビゲーター矢野明人です。今日はお出かけ日和でしたね。アシスタントの小田のり子です。いや確かにね、今日、はい、もう本当に見事な青空で、でも北風が冷たくて寒かったね。やっぱりこう冬の訪れを感じますよ ね。これは外より中だなって言うんで、はい、私あの子供連れてバッティングセンター行きました、はい、あららららら、はい、そうですか。その後子供と一緒に卓球しました。楽しい休日だったんですね。もう妻も一緒で家族総出でですね、はい、子供対大人で戦いましたよ。うわ抜きになっちゃった、はい、楽しそうですね。皆さんどんな、ね、休日をお過ごしなんでしょうか、はい、今日は勤労感謝の日ですからね。そうですね、はい、はい、ということで今日のファックスのテーマはこちら、何々にありがとうです。はい、ファックス番号043-233-1313までお願いします。いやしかしこのありがとうという言葉、ご意見は、はい、いい言葉ですよね。いい言葉です ね。歌がありましたって、ありがとうってのは、あれありましたよ、なんかあれありましたね。あったんじゃない、私に似た4人組かなんかの。あ、そうですか、ね、ありましたよね。スマーとかなんかなんだかよくわかりません。どうして分かってくれないかな。ねえ、はい、せっかく若めの話をしたのにね。ねえ、うん、すいません。はい、ファックスを採用された方にはこちらの千葉テレビ特製のクオカードをプレゼントいたします。はい、皆さんじゃんじゃんファックス送ってくださいね、はい、さあ今日も盛りだくさんですが、はい、大物ゲスト、そうなんです、はい、今日はですね素敵なゲストにお越しいただいております。全日本プロレスの武藤選手です。どうぞどうぞ。うわ出ました、ポーズが素敵です。あのポーズが出ました。どうもご無沙汰しております。ご無沙汰しております。どうぞお座りください。一目惚れしました。 ありがとうございます。いや今日はなんとあのね、コラテホールの試合を終えて駆けつけていただいたということで、はい、そうですよね。お疲れ様でしたなんて返してみたいな。なんで返したら失礼でしょうね。せっかく俺かファンにもらったんですさっき、ね、だからせっかく綺麗だから。すいません、じゃあ後ほどお預かりしておきます、はい、すいません、あの話に私も混ぜて、はい、はい、今二人で進んでますんで、はい、はい、ね、まさに試合直後、はい、そうですね、ねえ、はい、3時ぐらいで終わりました。はい、ほやほやですね。そうですね、あ、まだロープの跡が、これ来てますね。お疲れ様でした。どうなんですか、あの気になるんでどうしてもお伺いしたいんですが、結果はもちろんかっこよく締めました、はい、おめでとうございます。やっぱりあの勝つと気持ち違うでしょ。そうですね、ただね今日ね一番の山場で、いきなり山場で強敵で、ちょっとね疲れてる。あ、疲れてるんですか。そうなんですか。あ、でもそんな風には全然見えないですね。あ、そうですか。でもね相手が俺よりでかいし、俺よりパワフルだし、俺より若いし、なかなかしんどかったですね。あ、そうですか。30分近く試合しましたから。やっぱり若いやつっていうのはかなわない部分あります。いや、ただまだね若いやつには負けてられないですね。目が輝いてますね。そうですね、はい、もう今日から後楽園ホールで2007世界最強タッグ決定リーグがスタートする、はい、ということなんですね、はい、今日からということは最強ですよ。うわー、どうなんでしょう、ね、これからじゃあもうどんどん試合が何試合も。そうですね、最後はね12月の9日に大阪でありまして、あと地方ずっと行って、もちろん千葉にも来ますし。そうですよね、はい、明日は相模原。おー、はい、はい、もちろんね、はい、この番組でもね、この番組ってこの番組じゃないですけど千葉テレビでも放送がね、はい、ありますからね、皆さん楽しみにしててくださいね。さあ、地方でも11月30日に試合があるんですね。はい、はい、うん、ね、楽しみですね、はい、ではこちらとなっております。詳しいお問い合わせは出ますでしょうか。はい、こちらまでお願いいたします。そして武藤選手になんとプレゼント。あ、今日はすいませんね、もう試合の直後だってプレゼントまでおねだりして、なんとですね、はい、片手間に、はい、あ、 T シャツも、こちらの T シャツ、これ同じものですね。今武藤選手が着てらっしゃるのと同じもの、はい、はい、これになんと、これもうちのもんだけど、はい、これもうちのもんだ、帽子も、はい、あ、かわいらしい、ま、すいません、はい、ちょっとちなみになんでこんな可愛らしい熊さんの、あのうちのスポンサーあのサンリオさんも、はい、なるほど、武藤選手とサンリオはなかなか頭の中で結びつかないですけど。ねえ、それはびっくりしました。びっくりしましたね今ね、はい、じゃあ何やと思われ、はい、こちらの目の前で直筆でお願いいたしましょう、はい、お願いします。一生懸命かけます。はい、あ、薄いけどいいか。いやいやいや、ちょっと薄めですか。薄いけど、書いたことには変わりないから、はい、もう生放送でもう皆さん分かってらっしゃいますからね、はい、はい、武藤選手のサイン確かに頂戴しました。私はどこだ、はい、どこだ、こちらですね、はい、うちのマーク、
はい、ヤフーショップでね5番ぐらいの売れ行きですから。そうなんですか、はい、へえ、はい、プレゼントやめる。プレゼントしましょう。はい、福岡にもあるんですよね、プレゼント。そうですね、はい、こちら1名様、そしてポスターを3名様にプレゼントしたいと思います。ポスター、はい、3F って、ね、知ってます、はい、コンビニの、はい、全部貼ってありますから。あ、そうなんですか、はい、協力してもらってですね、へー、はい、で、そのコンビニに顔出すなんてことあるんですか。まあ、もしかしてもうすぐね弁当も出ますので、俺のこうオリジナルの弁当。そうなんですか、ぜひよろしくお願いします。スタミナがつきそうですね。ねえ、はい、楽しみが目白押しでございますね。そうですね、はい、はい、ね、これからもぜひ試合に頑張ってもらいたい、頑張っていただきたいと思いますが、はい、お体の調子どうですか。いや、まあ今はね疲れてるんで、本当に今で試合終わったばっかりで、そうですよね、道に迷いながらここまでたどり着いたんですよ。申し訳ございません、すいません、わざわざ来ていただいて。本当わからないですよ、意外と暗いですね周り。そうですよね、今度帰り気をつけた方がいいですよ。そうですね、気をつけます。なんで二人と会話になるんですか。今度信号全部青にしておきますから。それやめてください。そうですか、危ないですから。はい、これからも頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、番組では皆様からのファックスを募集しております。今日のテーマは何々にありがとうです。さあ、武藤選手、あ、聞きたいですね。はい、これ、はい、やっぱり今ね自分を褒めたいですね。お、今ねもう30分近い試合をしてね、はい、ね、明日公式戦があるにもかかわらず、みんなもう明日に備えて体調を整えてるにもかかわらず、俺ここまで頑張ってるじゃないですか。頑張ってますね、はい、ね、じゃあ、この番組で体調崩さないように。いや、大丈夫です、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、ぜひ。このね、プレッシャー与えたのは俺力しなるほど、はい、強い男は違うね、はい、そうですね、はい、じゃあ私たちからありがとうを言いましょうか。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひまたいらしてください、はい、よろしくお願いします。出た。さあ、 CM の後はタブロットクッキングです。武藤さんは食べるだろうね。今日も寿司屋だ。はい、どうぞ。旬の彩り、味のおもてなし、癒しのひととき、宴会パーティーにも寿司屋だ。また来ましょう。